はい、どうも AK です。今日は、東京に来てます。で、もう画面にも出てますが、今日はカウントダウンライブ、デイジーストリッパーカウントダウンライブ2019-2021部のマニアックデイジーに来てます。マウントレニアホールです。はい、というわけでもうライブは終わったんですが、正直デイジーストリッパーのライブはかなりの数を来ていると思うんですけど、多分もう今まで 4,50 本ぐらいは来ているんじゃないかなと。まあもっとたくさん来てる人はいると思いますが、まあ比較的かなりの数は行ってる方なのかなと思ってます。で、今までデイジーストリッパーのライブでこう感動したりとか、すげえなとか、かっこいいなって思うことって正直なかったんですよね。で、今回もまあやっぱり曲がかなりマニアックな曲というか、あんまり演奏してない曲をやっているので、演奏的にはこう、まあ、不安定な部分があったりとかはあったんですけど、今日結構良かったですね。まあ単純にマニアックな曲をやってくれて、なかなかレアな曲をやってくれるっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、それ以外の部分でもかなりいい部分がありましたね。はい、というわけでじゃあここからライブレポート本編いきたいと思います。はい、で今日のライブ1曲目なんですが、1曲目に行く前にちょっと今回からこの動画のシステムというか、まあ動画の構成をちょっと変えまして、今までだとというか、まあ前回のルナシーのライブの時は、まあこんな感じで、まあアーティスト名、ライブ名、公演場所とかをこう文字にして、いたんですが、それ以外にもこの先からなんですけど、セットリストも一緒に画面に出していこうかなと思います。まあ今までは概要欄に一応セットリスト載せてあったんですけど、まあ多分皆さん気づいてないと思うので、今後はちょっと画面にもセットリストを出していこうかなと思っておりますので、お願いします。まあ、ちょっと遅れて後から出てきますが、お願いします。はい、というわけで、まずは、1曲目の前にオープニング。オープニングが、エンブレムオブジェイルって呼ぶのかな、トラガスのアルバムの1曲目のインスト曲ですね。はい、で続いて1曲目がパープルキャンディ。いきなりオープニングにはまあふさわしくないというか、意外な曲が来ましたね。で次密会、最初なんだっけってなりましたね。で今もう出てますが、3曲目がイフなんですが、後から確認するまで何の曲かぶつけ分かんなかったです。で次 MC ですね。で今日はまあマニアックな曲をやりますよみたいな、何の曲かわかんねえだろみたいなことを、話してましたね。はい、続いて4曲目、まあこれは結構知ってますが、ビクトリア氷の女王。続いて、5曲目、幻想は憧れた日々に映る現実。この曲なんですよね。これ後にメンバーも MC で言ってたんですけど、まあメンバーとか夕霧が言ってたんですが、幻想は憧れた日々に映る現実だったんですけど、最初あれ理想かなって思ったんですよ。で普通に理想始まる、あれちげえな、なんだろうみたいな感じで、結局後で MC で言うまで気づかなかったんですけど、まあ結局幻想は憧れた日々に映る現実だったんですけど、最初の三拍が理想とまるっきり同じらしいんですよね。まあそれは分かんないわなっていう、完全に騙されました。はい、で次がアンダーザサンで7曲目、1999でいいのかな、1999なのかな、分かんないんですが、その曲です。でこの曲なんですけど、結構ね、風見のドラムが結構キメが多くてというか、シンバルが多かったりとかで結構こう気持ちよかったですね、リズムが。はい、で次8曲目がインスト曲のトワイライト、9曲目が深海です。で深海なんですけど、
昔からずっと好きな曲で、今まで一回もライブで生で聴いたことなかったんですよ。だけど今回初めて生で聴けたのはかなり嬉しかったですね。と言っても最初気づかなかったんですけどね、なんだっけと思って。でまあ歌い始めるちょっと前ぐらいかなにはちゃんと気づきました。はい。で、次が MC が入って、ここでさっきの幻想は憧れた日々に映る現実と理想の話をしたのかな。はい。で次に青い組11曲目、クラブキリング。結構ここで会場盛り上がってましたね、キャーみたいな感じで。はい。で12曲目、ミスターアンチェイン。これもかなり会場盛り上がってましたね。で13曲目、僕の心はゲルニカ模様。この曲もかなりレアな曲で、生で聴いたことなかったし、ちょっと聴いてみなかったなっていうのがあるんで、この曲、まあ、僕の心はゲルニカ模様と深海はかなり嬉しかったですね。であとは1999の思わぬ良さの発見ですね。はい。で次に MC があり、14曲目、36度5分。まあ、この曲は本当に俺かなり好きな曲で、でそうなんですけど、なかなかライブでやってくれないですよね。まあ、夕霧も言ってたんですが、まあ、自分の遺書のような曲だみたいなことを言っていたので、まあ、普段はあんまりやりませんみたいなことを言ってたので、まあ、それを今日聞いたのはかなりレアだったし良かったですね。うん。はい。でここでアンコールになって MC が始まり、15曲目、アンコールの1曲目が The After Day で、16曲目、 Eating Apple で、 MC が入ってラストに Rabbit Fantasy で、今回の Rabbit Fantasy なんですけど、まあ、2回目ですね、聞いたのが、生で聞いたのが。1回目が11周年のライブの、6月5日のバースデーライブだったんですけど、まあ、それ以来ですね。で正直ラビットファンタジーって、まあ、CD で聞いてっていうイメージしかなかったんですけど、前回の時も特には何も思わなかったんですけど、今回ラビットファンタジー聞いてなんかめちゃめちゃかっこよかったんですよね。まあ、かっこよかったっていうか、まあ、曲が良かった。なんか今回風見のドラムがすごいこう目立ってたというか、なんかすごい強調されてたように感じたんですけど、なんかすごい風見のドラムの音がめちゃめちゃかっこよかったんですよ。なんでね、今回のラビットファンタジーはかなり、まあ、感動しましたね。はい。というわけで、まあ、全体の総評です。まあ今回深海を初めて聞いたのがまず良かったんですけど、まあ年々ライブを聞いていると夕霧の声が、高音が出なくなっていて、結構昔は綺麗な声だったのがかなり、まあ、汚い声というか、かなりザラついた声にすごいなってきてしまっていて、非常に残念だなというのがまず一つですね。まあ年を取ればだんだん高音が出なくなるのはしょうがないんじゃしょうがないんですけど、がなって歌うのはまあ悪くはないと思うんですけど、まあ、別のアーティストのでもやっぱり高音はやっぱり年々出なくなっているんですが、がなって歌うことによって味が出たりとかして、逆にそこがプラスになる場合っていうのもあるんですけど、夕霧の場合は本当に汚くなってしまっていて非常にもったいない感じなんですよね。なのでそこがまず非常にもったいなかったなというところと、あと今回、まあ、1999でまず風見のドラムかっこいいな、すげえなって思ったのと、最後のラビットファンタジーでも風見のドラムすげえなって思ったのと、あとラビットファンタジーこんなにいい曲だったんだなっていうのを改めて今回ライブで生で聴いて感じましたね。まあ、決して CD の音源だけじゃ感じ取れない良さを感じることができたかなというのが今回の総評です。
というわけで今日はここまで。バイバイ。